こんにちは。今回はですね、大工さんの種類についてちょっと話をしてみたいと思います。今回ちょっとね、インパクトドライバーの前に大工さんの種類、まあ大工という職業があるんですけど、まあ大工さんっていうと木を使ってあの家を作るっていうイメージが一番大きいかなと思うんですけど、いろんな大工さんがあるわけです。なんで今回そのいろんな大工さん、じゃあどんな大工さんがあるのかっていうのを、紹介したいと思います。はい、一つ目はですね、宮大工さんですね。宮大工さん、神社とかお寺とかを作る大工さんですね。まあ当然歴史的に、もう築何百年という歴史的な建造物を修復したりもしますし、新しくお寺とか神社を作ることもあります。まあ、非常に高い技術が必要とされる大工さんですね。一人前になるのもかなりもう何十年とかかる根気のいる仕事だと思います。二つ目はですね、船大工さん。まあ、その名の通り、船をね、木造の船を作る大工さん、もう本当にね、今は貴重な職人さんとなっていますね。はい、三つ目はですね、すき家大工といってですね、代表的な建物でいうとお茶室ですね。お茶室とか、まあよくすき家風とかすき家作りとか言いますけども、割と細い部材をたくさん使った繊細な建築と言えますね。まあ宮大工さんがちょっとダイナミックな、まあ構造物も大きい梁も使うし、大きい柱も使うのに比べて、すき家大工さんというのはもう本当に細い部材、丸太とか竹とかそういうヨシとか細い部材を上手に使って、もう手先を、もう特に手先の細かい仕事をやるような大工さん、そういう仕事ですね、すき家大工で。次はですね、4つ目はね、型枠大工。まあコンクリート造の建物を作っていくにあたって、コンクリートを流し込む型枠を作るのが型枠大工さん。この型枠大工さんも非常に高い技術が必要です。なぜかというとですね、コンクリートってすごい圧力かかるんで、下手くそな大工さんがやっちゃうと、こうコンクリートを流し込んだ時に型枠がこう取れちゃったりするんですね。それも大変なことになっちゃうんですよ、それ。なので非常に型枠大工さんも経験と知識が必要になってきます。道路とか橋とかから、僕らが作ってる木造住宅の基礎とか、あとはもう本当に超高層のマンション、ビルなど、ああいうものはみんな型枠大工さんが型枠を作って、コンクリートを流して作られているという、これ型枠大工さん。5個目はですね、建て方大工といって、フレーマーとかもと言ったりもするんですけど、まあこれは木造なんですけどね、木造に限ってなんですけど、建物の構造物、要は柱とかそういう建物の骨組みを組み立てていく専門の大工さんがいるんですよ。それを大工さんのことを建て方大工とか、まあフレーマー、まあフレームをこうね組み立てていく、すんごい早いんですよ。4人1組とか5人1組とかでいつも動いてるんですけど、もう現場に行って1日とか2日とかでこうみんなでわーっとこうフレームをね組み立てていく大工さん、建て方大工さんという職業があります。6つ目がですね、内装大工といってですね、造作大工とも言います。内装大工、造作大工、内装イコール、まあ造作、まあ内装と造作同じ意味だと思ってて構わないです。要は建物の内装、まあ家に限らず、まあ店舗とかそういうお店なんかも内装大工さん入りますけども、建て方大工さんが家の骨組み、フレームを組み立てた後に入る大工さん、内装専門にやる大工さんですね。そういう大工さんがいます。最後7つ目はですね、まあ僕たちがそうなんですけども、町大工、あとは屋大工と思いますね。町屋大工とか町大工とか屋大工と言いますけども、家大工って書いて屋大工、人が住む家を作る大工さんのことを言います。屋大工さんは、建て方大工さんみたいに、建て方、要は骨組みを組み立てることもやりますし、骨組みが組み終わって、まあ上棟って言いますけど、上棟した後内装もやります。要は建て方から内装まで、要は最初から最後までですね、を一貫して作る大工さんを屋大工と言います。ちなみに僕は屋大工です。自然とこうなったんですけど、屋大工になろうと思ったきっかけをちょっとだけ話したいと思います。僕は本当に小さい頃から山の上で育ったので、自然が大好きだったんですね。自然が好きで、ものづくりが好きだったんですね、小学校の頃から。もう昔から
ものづくりが好きでした。あの図工とか技術とか、あの運動も好きだったんですね。体を動かすことですね。サッカーやったりバスケットボールやったり、あのいろいろ、とにかく、まあ、山登りもしたし、とにかく運動が、体を動かすことが好きでした。なのでまあ、あのものづくりが好きで自然が好きで運動が好きって言ったら、もうこれ大工しかないんですね、職業。ということで僕はあの大工の道を選んだわけです。でまあ当然あの宮大工さんとかね興味ありましたけど、やっぱりその人がね住む家とか人が使うものを作るっていうのがやっぱしなんか一番僕にとっては魅力的だったっていうのと、あとやっぱりその完成してお客さんにあの喜んでもらった時とか、まあそれから完成した後も、まあ、長い間そうやってお客さん、まあ人にね使っていただくというところが非常に、まあ、魅力的だなと、達成感があり魅力的な仕事だと思ったんで、僕は宮大工を選びました。はい、ということで、今回は大工さんの種類について話をしてみました。いかがでしたか。ですね、まあ、大工さん本当に今あの人口すごく大工人口減ってるというふうに言われてます。あの今回の動画を見て、少しでもねあの大工という職業がどんなものかというのを知っていただけたらいいなと思います。そしてまあ、大工という職業に興味を持ってくれたら嬉しいなと思います。で、すいません、前回は釘ビスについてだったんですけども、あの次回はこのインパクトドライバー、これについて紹介、いろいろ紹介したいと思いますんで、ぜひ次回も見てください。それでは次回またお楽しみに。お疲れ様でした。